アフラドカンポスの町と遠方のパルテニオス山。パルテニオン山は、ギリシャ、ペロポネソス半島のアルカディア県とアルゴリダ県の県境にある山である。乙女の山の位。標高1215メートル。トリポリの東16キロ、北東のアルゴリダ県のアフラドカンボス村と南西のアルカディア県のパルテニ村の間に位置している。古代においては、テゲアの領域が、 パルテニオン山まで及んでおり、山がアルゴリス川のヒュシアの小さな平野とテゲアの平原を分けていた。ストラボンはアルカディアの有名な山として、ポロエ山、リュカイオン山、マイナロス山と共にパルテニオン山の名前を挙げている。パルテニオン山はギリシア神話の英雄、パルテノパイオスとテレポスが生まれて、すぐに捨てられた場所とされる。パルテノパイオスは女カリュド。 アタランテの息子であり、テレポスは、ヘラクレスとアテナアレア神殿の女神官アウゲの息子で、テゲア王、アレオスの孫であった。捨てられた、テレポスは、メスの鹿に父を与えられて生き延びた。また、牧羊神パンが現れた場所としても知られる。ヘロドトスによると、パンは、紀元前490年のマラトンの戦いの前、パルテニオン山のそばを通って、スパルタに向かおうとしていた。 アテナイの伝令師フィリッピデスの前に現れた。神は大声でフィリッピデスの名を呼び、自分はアテナイ人に好意を抱いており、これまで何度もアテナイ人を助けたし、これからもそうするつもりであるのに、アテナイ人が自分に対して敬意を払わないのはどういうわけなのかと語ったことをかえって報告せよと命じた。フィリッピデスが神の言葉をアテナイに伝えた結果、アテナイ人は、 アクロポリスのふもとにパンの聖域を創設した。山中にはテレポスの深淵とパンの深域があった。パルテニオン山はデュラーの製作に欠かせない亀の産地としても知られていた。古代ではアルゴスからヒュシアイを経由し、パルテニオン山を越えてテゲアに通じる道路があり、現在は山の北側にアフラドカンボスを経由してトリポリに至る国道が通じている。 コリーティオ川の山徳には、聖パンテレーモンの教会がある。ありがとうございます。